はい、おはようございます。現在の時刻は3時20分です。外を見たらね、曇ってるんですけど、この後晴れてくる予報なので、支度をして立山三山と立山本峰、こちらの方に登っていこうと思ってます。はい、では簡単に、朝食を済まして準備をして出発したいと思います。はい、今朝の朝食はペペロンチーノです。はい、改めましておはようございます。現在の時刻は午前5時30分です。登山をスタートしました。今日はこの後立山の方に登っていこうと思います。それで今日はですね、登山アプリを見ながら行くんですけれども、夏道ではなくて冬道で登っていこうと思います。ただ冬道は登山アプリ上でコース設定できないので、踏み跡っていうですね、登山者が、通った形跡をたどりながら歩いていきたいと思います。あとはですね、先行者も今歩いてますので、行き先が必ずしも立山かどうかわからないですけれども、参考にしながら歩いていきたいと思います。はい、で今日はね、午後から天気は急激に崩れて雪模様ということなので、その時間までに確実に下山できるように考えながら登っていきたいと思います。はい、そしてこの立山山域は、ビーコン、雪崩ビーコンですねの着用が義務付けられていますので、今自分もこのハードシェルの内側に、ビーコンを装着しています。はい、それでは安全第一で行っていきたいと思います。すごいです。もう周りは全部雪に囲まれています。ちょうど谷間を歩いているような感じだと思います。はい、現在5時14分ですね。登山を開始して30分くらいが経過しました。で今ですね、ずっとこの整地された歩きやすい道を登ってきたんですけれども、ここで別に分岐の標識があるわけじゃないんですけど、こっちが直通ルートですね、冬道になってます。今からこっちを歩いていきたいと思います。この整地された道はずっと続いてます、こっち側に。はい、でここまではね、結構緩やかな道だったんですけど、ここからはどんどん斜度傾斜が強くなっていくといった状況だと思います。よし、じゃあ登っていきます。はい、現在5時40分ですね。登山を始めてちょうど1時間が経過しました。今ですね、左手の方に正面に、おそらく大山山頂にある神社だと思いますが、結構近くに見えてます。ですけど一旦ですね、正面にある
一の腰、そこの稜線に出て、そこから稜線上を歩いていくという形になります。そして背後がめちゃめちゃ綺麗、日本じゃないみたいです本当に。あのとんがった山何なんだろう、多分有名な山だと思うんですけど、後で調べてみます。あ、そして地獄谷から、登っている煙がすごい綺麗ですね。はい、5時50分です。室堂から続くルートとの合流点に到着しました。ちょっと分かりづらいですけど、竹沢の目印が点々としてると思いますけど、これが室堂から続くルートです。はい、そこで合流ですね。ようやくね、血の腰が建物がなんとなく近くに見えてきたかなという気がします。あと30分以上かかるかなという感じです。小山の神社はすぐ隣に見えてます。はい、6時21分ですね。血の腰到着しました。最後なかなか急登でした。とっと結構立派な小屋がありますね。立山のなんだ、血の腰山荘って書いてある。ああ綺麗。ちょっとそこで休憩しようかな。やってんのかな。あ、そして向こう側の景色が見えてきた。うお、おお、すげえ。あれ槍、あれ槍みたいのが見えてる。でも方向的に多分そうかもしれないですね。すると、あれがお天照で、あの辺がつば黒かな、ひょっとして。すごい。現在6時40分ですね。登山を再開したいと思います。この後こっちのね、小山の方に登ってきます。で、岩と雪のミックスなんですけれども、一旦アイゼンのまんま登ってみたいと思います。はい、それでは気をつけて行ってきたいと思います。この辺は雪がほとんど溶けてなくなってます。完全に夏道が露出していますね。アイゼンなのでね、転ばないように気をつけて登っていきたいと思います。先ね、ずっと岩場なので、ちょっと一旦アイゼン取り外しました。はい、また状況を見てアイゼン装着したいと思います。はい、じゃあ登ってきます。はい、現在7時39分ですね。結構登ってきましたけれども、
まだまだ小山山頂まではあります。これね、まだちょっと雪の上をしばらく歩いて、その先岩登りっていう感じです。で、今もう会津またね装着し直しまして、この先は基本的にはね会津をつけっぱなしのがいいかなっていうふうに感じてます。はい、じゃあ登っていきます。もうまもなく小山山頂というところですが、今2900m 超えたところなんですけれども、途端にやっぱりね空気の薄さを感じるようになりました。あまり連続してね登れなくなってきています。そして足元なんですけど、まあ、岩と雪のミックスなんですけど、もう雪というかは完全にアイスですね、氷なので、もうアイス必須です。はい、じゃあもうちょっと頑張っていきます。8時12分ですね、立山の大山に登頂しました。三角形に書いてあります。標高 1991.6m です。立山上も登頂しました。やりました。いや、想像以上にきつかったです。特にの1日から先めちゃめちゃきつかった。標高がやっぱ高いんで空気が薄い、そのせいで想像していたよりもきつかったです。でもすごい絶景ですね。はい、こっち側が室堂方面ですね、小さく小さく室堂の建物が見えてます。そしてぐるっと一周、はい、こっちが北方高方面です。槍が綺麗に見えてます。そして天正岳、つば九郎岳、そしてどん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 北にカメラを向けていくと、こっち方向に多分ゴールとか鹿島槍とか見えてると思います。まだ見えてないのかな、もうちょっと先だったら見えるかもしれないですね。そこ見えるかな、ちょっと見えます。じゃあもうちょっと先に見えます。8割9割埋まってます。
そしてこの先、続く道がこっちみたいなんですね。ただね、そこの親との決着が見るからね、かなり機械そんな感じでした。やっぱり途中がなので、様子を見てちょっと危なそうだったら無理をせず運転したいと思います。とりあえず行けるところまで行ってみたいと思います。ここがもうねガチガチに凍っててかなり危険そうなので、ちょっと上をここを歩いていきたいと思います。大きな行けそうなので、はい、慎重に行きたいと思います。はい、なんとかそこね渡ってこれました。斜面のね上の方が雪がちょっと緩んでいて、ピッキリも使いやすかったのでそこをトラバースしてきました。そしたらね、まだ先もしばらくちょっと危険そうなので、様子を見ながら先進みたいと思います。で、今あの人が降ってきましたけど、今自分はそこから下ってきました。やっぱそこは正しいところなのかな。なかなかハードでした。よし、じゃあここから先はね、おそらくそんな危険な場所はないと思いたいです。じゃあ先進みます。さっきのところから、ちょっとだけ歩いてきました。なかなかね、起伏が激しいので少ない感じがします。そしてこの先も、結構そのネタが続くので、はい、焦らずにゆっくり見ていきたいと思います。今ちっちゃくね一緒になった方が成功しようとしてるんですけど、あそこもトラバース危険そうですね。はい、なんとかそのトラバースも無事にクリアできました。よいしょ、この先もねどういうルートになってるかちょっとよく見えないので慎重に進んでいきたいと思います。はい、大南寺山の頂上がようやく見えてきました。9時24分です。大南寺山登頂しました。やりました。いやー結構ハード、ちょっと疲れましたね。ちょっとね、ここで休憩したいと思います。49分ですね。ちょっと休憩したので登山を再開したいと思います。次目指すはあれですね、
富士の降り立てっていうピークだったと思います。はい、向かいたいと思います。で、その先ね、本当はあの別山まで行こうと思っていたんですけれども、ちょっと今日この感じだと時間的に間に合わないかなっていうのと、だいぶ体力消耗してしまったので、ちょっと富士の降り立てに着いた時にどうするか伺いたいと思います。はい、富士の降り立てお願いします。おお、絶景だな。剣が正面に見えてる。そっか、富士の降り立てまではそんなに遠くなさそうだな。しかも歩きやすそう。こういう感じをイメージしてたんですよね、実は。ずっとこういう道が続いてるのかと思って、全然違った。はい、現在11時3分ですね。正面に見えてるのが富士の降り立てだと思います。はい、結構ね、岩がゴツゴツした、急登の登ってって、でピークも狭そうなんですよね。なのでちょっとね、ここは、登らずに、はい、トラバースしたいと思います。夏だったら登れるかな。うん、まあ、無理すれば登れなくもないでしょうけど、ちょっとここまでだいぶ体力消耗しちゃってるので、ここは体力温存したいと思います。はい、ということで、一旦ここから下りますね。で、遠くにですね、雪がないところに道が見えると思うんですけど、あそこが一つの下山ルートになります。はい、10時29分ですね。まあ、サーゴだけの時です。正面に見えているピークがサーゴだけで、ここを左にそれるとライチョウズがキャンプ場に向かう分に、下山コースになっています。で、今日はね、ここに下りたいと思います。はい、ちょっと疲れました。急激に多分ね、止まってきて、そして雪が降るという感じだと思います。今歩いてきた道が見えてますね。稜線が見えてます。結構荒々しいですね、ここから見ると。あそこがやばかったですね、鳳山の直下の崖。本当にあそこは一歩間違えたら本当にやばいとこでした。その後も結構ね、アグレッシブなルートが続いて、で、この辺から少し緩やかになりましたね。そして最後またここは少し、岩の激下りで危険でした。いや、すごいですね、絶景ですね。下山でこんな景色が眺められるなんて最高。どのコースから降りてきてもこういう感じなのかな。いや、別山まで行けなかったのは残念だけど、
ちょっと今嬉しいです。こんな景色眺めながら下山できてるんで。はい、ちょうどキャンプ場が徐々に大きくなってきました。明日は元気あればこっち側行こうと思ってます。下山して3時ぐらいから氷が降り始めて、その後徐々に風が強くなって、その状態がずっと続いています。一回ペグが抜けてテント倒壊しましたが、すぐに立て直すことができましたけど、またいつ倒壊するか分かんない状況です。本当はライチョウがヒュッテで夕飯食べてお風呂入ろうと思ったんですけど、外はホワイトアウトで、もう一歩たりとも外に出ることができないような状況です。はい、そんな中ちょっとね、風よけを高くしたりとか、できることはやってみました。予報によるとまだあと1時間、18時ぐらいまではこの状態が続くみたいなので、とりあえずなんとかテントが耐えてくれることを祈るばかりです。はい、現在18時10分ですね。まだね、風は全然強いんですけども、雪というか氷ですねは小降りになったの で、今ですね、テントの、わかりますかね、周囲に積もって、テントがこう、なんでしょうね、テントの裾が押しつぶされていて、テントの、なんでしょう、内側にこう迫ってきている。なのでね、面積は実質1割ぐらい減っちゃってる状態なので、ちょっと日が残ってるうちに雪かきしたいと思います。はい、で、風自体はね、予報を見ると今日のね、夜10時、11時ぐらいまで続くようなので、もうちょっとそれは耐えるしかないかなという感じです。はい、じゃあ一旦ちょっと雪かきします。一番ひどい時はね、完全にホワイトアウトしましたけど、今少し姿が見えるようになってきました。視界は良くなってきてます。天気は回復傾向だと思います。ただテントがですね、こんな感じで積もった雪にテントの裾が押しつぶされて、だいぶ近寄り、雪の力で押しつぶされています。もともとね、四角形のテントだったんですけど、今はもう八角形みたいな感じ、星型になっちゃってます。はい、ということで、じゃあ手で描きたいと思います。シャベル使うとね、テント傷つけちゃうんです。手で描きていきます。いやー、すごいな、自然の力。今日はね、ライチョウザヒュッテで今日は夕飯とお風呂入りたかったんですけど、もうね、夕飯は食べられないんで、お風呂をどうするかって感じですね。明日かな。
はい、30分ぐらいかけて雪かき終了しました。無事に戻りました。一回ね、この2本のペグが抜けて倒壊しました。確かにね、昨日ねちょっとこう刺し方が甘い、平確に刺すんじゃなくてちょっと垂直気味に刺してしまったんですよね。まさかこんな暴風が吹くと思わなかったから大丈夫だろうと思ってたんですけど、やっぱちゃんと刺さないとダメですね。はい、裏側もこんな感じですね。これで今晩は安心して睡眠が取れる。現在の時刻が19時37分ですね。雪かき終わっていろいろちょっと雪もね多少テントの中に舞い込んでいたので、いろいろ整理して、こんな時間になってしまいました。で、本当は今日夕飯ライチョウザーヒュッテで食べる予定だったんで、それは食べれなくなっちゃったんで、もう今あるものということでこれですね、梅じゃこご飯とどら焼き、はい、これで済ましたいと思います。で、明日はですね剣沢キャンプ場の方に行ってみようと思ってます。登山というかは剣岳にねいつか登りたいと思ってるので、その下見も兼ねて剣沢キャンプ場までのルートの確認と、あとはその結構やっぱそこまで行くと剣岳が目の前に迫ってるように見えてると思うので、ちょっとその剣岳を見たいなと思って、ちょっと明日はそういうコースで歩いていきたいと思ってます。このライチョウザーキャンプ場からは往復でコースタイムが5時間ぐらいなので、そうですね、今日よりか遅めの7時ぐらいに出発しようかなというふうに思ってます。明日はね天気1日良さそうなので、今日みたいに大きく崩れることはなさそうなので、その辺はちょっと安心してますけど、ということで本当に今日はいろいろありましたけれども、結果的には充実した1日になりました。ということでまた明日です。おやすみなさい。